ジーンクスポッツはアメリカ合衆国のボーカルグループで1930から1940年代に人気があった。彼らの音楽はリズムブルース、ロックンロール、ドゥーアップの先駆けになった。リードシンガー、ビル・ケニーが持ち込んだバラードスタイルで人種を問わず愛された。1954年解散。1989年にロックの伝道の ロックへの影響源となったアーティストたちに贈られる、アーリーインフルエンス部門で受賞を果たした。インクスポッツの歌は4弦ギターで、始まり合い、アイデム 27V7 のコード進行で進み、テナーのビル・ケニーの歌、そして語りへと引き継ぐ場合が多い。ハニー・チャイルド、ハニー・ベイブなどのフレーズをよく用いて、愛する人への語らいという形を取ることが多い。 代表曲は1939年のデビューシングル、If I Didn't Care。1930年代初頭にインディアナポリスで結成。当時のメンバーは、オービル・ホッピー、ジョーンズ、アイボリー・ディーク、ワトソン、ジェリー・ダニエルズ、チャーリー・フークアの4人。35年にビクター・レコードより、初のレコードをリリースする。36年に、ジェリー・ダニエルズと入れ替わる形で、 後の中心メンバーとなるビルケニーが加入した。39年リリースのイフ、アイディドゥン a ケアで1900万枚もの大ヒットを記録する。その後40年代初頭に立て続けにヒットを飛ばすが43年にバーニー・マッキーがチャーリー・フークラと入れ替わる形で脱退。44年にはホッピー・ジョーンズが死亡するなど活動に陰りが見え始め、 その後多くの脱退などを重ねグループは分裂54年にビルケニーはオリジナルのインクスポッツの解散を宣言したこの騒動に前後する形で数多くのオリジナルのインクスポッツに関わってすらいないようなグループがインクスポッツを名乗り活動を開始現在までにインクスポッツを名乗るグループは100以上存在していたと言われる解散から 半世紀以上が経つインクスポッツだが、未だ影響は大きく、多くのメディアにて楽曲が使用されている。ありがとうございます。